こんにちは、伊さきです。本日は2022年のセ・リーグで起こった出来事についてお話ししたいなと思います。先日パ・リーグで今年起こった主要な出来事、そんなこともあったなということについてお話ししました。まあ、先日もお話ししましたが、本当はこちら2022年中にお話ししたかったんですが、当方コロナに感染してしまい、しばらく動画が出せませんでした。なので、まあ、1月のアップという形になりました。この本年も多くの動画を出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 で今年セ・リーグは何といってもあの人の落とし、まずはヤクルト、3位、開幕戦で7点差の逆転勝利。 21年、2年連続最下位から優勝、そして日本一を達成したヤクルト。ただ22年の開幕戦は、6回まで7点ビハインドと、チームとしてはかなり厳しい戦いでした。しかし、オープン戦でアピールした長岡選手のプロ初打点、さらに代打の濱田選手のチーム初ホームラン、高卒2年目の内山壮真選手のタイムリーなど、ヤングスワローズ中心に反撃、そして9回に山田選手が同点ソロ、サンタナがホームランと7点差をつけられた。 開幕戦を逆転勝利であげることができました。 そして2位は史上最速マジックの点灯からの2連覇。まあ、かなり飛んでしまいますが、なんといっても史上最速のマジック点灯というところは、本当に今年のヤクルトの強さというところが見えたかなと思います。圧倒的な強さを誇り、7月2日にはマジック53が点灯。夏場にはコロナのクラスターから主力が離脱。さらに戻ってきても、その主力の状態が上がらないことなどもあり、DNA との最大ゲーム差が17.5ゲーム差から4ゲーム差まで迫られてしまいました。 ヤクルトが大失速したというわけではないんですが、DNA が圧倒的な勢いでした。本当に抜かれるのではないか。そんな時期もありましたが、そこで迎えた DNA との3連戦。そこで村上選手ら主力が打ち、なかなか結果とはなっていませんでしたが、キブレハンが1日3発と大暴れして勝ち切るなど、まあ、この勝負強さというところが本当に今年のヤクルトの目立ったところかなと思います。そして1位は、 村上選手、松中選手以来の三冠王。何と言っても今年はこの人かなと思います。とにかく打ちまくりました。手がつけられない時期に勝負すること自体が間違っていました。ほとんどどのチームも彼にはトラウマがあるでしょう。最も打てなかったのは東京ドームの OPS、8割4分2輪バンテリンでは中日の選手より多くホームランを放ち、松田スタジアムでは広島の選手よりホームランを放ち、対戦の少ないパリーグでも西部、ソフトバンクにも決定的な一発を放ち、オリックス戦、 前線でも打点を挙げてきました。 ただロッテだけは3試合ヒットを許さなかったんですよね。といっても11打席で5打数のヒットで6フォアボールなのでほとんど勝負しなかったというのが正解でしょう。まあ、それぐらいの選手でポストシーズンでもブレーキになることなく一発を放ってみせました。で、22年シーズンやクるとほとんどネタという部分より優勝争いというかシーズンの内容がメインになります。まあ、本当に村上選手が圧倒的でした。5番打者で苦しんできたチームではありますがそれを全て蹂躙する選手でした。サンンタナがシーズン中に 手術で離脱となっってししままたたりり計算外な点も多くありましたコロナの離脱や終盤の先発課題は奥川選手がいなかったからこそ起きてしまったものでありますので苦しい時期もありました根拠を支えてくれたヤングスワローズそしてリリーフ陣の力助っ人の力が目立っていましたがやはり村上選手の存在は絶対に欠かせなかったでしょうそして d n、ね、a で3位で少し悩んだんですが個人的にインパクトがあったのは山崎康彰選手の復活と6年契約です で近年苦しんでいた山崎康明選手が今季37セーブ防御率1.33と守護神に返り咲きました三振こそ多くはありませんでしたが WIP0.70 と安定感を見せピンチも多く作りませんでした味方のミスもカバーしてきた彼がもともと MLB 挑戦を公言していましたので今季の MLB 挑戦を思っていたんですよねさらに彼のパフォーマンスが来季も今季のように続くかどうかがまだまだわからないこと MLB に挑戦するのであれば来季彼は海外、F フェイになりますので、譲渡金が入るポスティングで放出するのが、まあ、ベストなのかなと想定しておりました。移籍になるかなと思っていましたが、ファンフェスで残留が決定。しかも、オプトアウトなしで、六年契約かける三億なんですよね。まあ、なので、六年間はもう DNA にいるということが決まりました。リリーフ選手で、六年契約で三億、十八億という規模も驚きましたが、オプトアウトなしということで、まあ、日本でも長期的にプレイすることが決まったということも驚きました。 そして2位、今永選手のノーヒットノーランです。で、記録的なところだと、今永選手のノーヒットノーランって、球団の歴史だと1970年まで遡るんですよね。で、交流戦の日本ハム戦で偉業を成し遂げました。今季は怪我があって、今永選手自体が1年間戦うことはできなかったんですが、11勝と規定投球回到達、出遅れた中でエースとして君臨することができました。チームの上位争いを引っ張ってきましたし、しっかりエースとして、 貢献してきた中で記録を作ることができたというのは、まあ、本人にとってもチームにとっても非常に大きいのかなと思いますで今後の MLB 挑戦意思を発表しており国際大会にも出場してきたことに加えてこのノーヒットノーランというのは、まあ、今後の MLB 挑戦に際してもかなり重要になってくるんじゃないかなと思っておりますそして1位で言うとハマスタ17連勝です 何より DNA が今季勢いづいたのはこの17連勝があったからだと思うんですよね。この時期は4度のさよならヒーローも日替わりで、大き選手や石田選手、で、浜口選手や今永選手、石田選手ら、先発にしっかり勝利後もついていましたし、外が5本塁打、そして佐野選手がマルチホームランなど、長打も出た上で、7月は防御率2.87、8月は2.93と、8月は27本塁打など、長打も出ていたんですよね。長打が出ていた上で、投手も良かったので、投打が かっちり噛み合っていました勝ちパターンが強力だった上で先発立て直しの役回りの選手や主力のサブ的な選手の貢献も非常に大きく何をやってもうまくいくというような状況でしたヤクルトの状態があまり上がらなかった時に d n a の勢いというのは脅威にもなっていましたただ痛恨の3連敗があり最後に追い上げるということができませんでした d n a は優勝こそを逃してしまいましたしサヨナラで優勝を見届ける形になってしまいました CS ファーストでは悔しい併殺での試合終了でしたがシーズンとしては 想定よりは良い戦い戦だったかかかなとと思いますす特に序盤はででもも疑問視されることが多多っったたたり指摘も多かったですただ後半には改善されてきた部分もありますしやはり印象的なサヨナラだったり主力以外の活躍が目立った部分があったり本当に日替わりのヒーローという形が多かったんですよね若手のブレイクというところがなかなかできませんでしたが先発ローテーションがまとまり救援も負担は大きかったんですがまとまってきた部分はあるかなと思います野球とは関係ないところで話題になってしまった部分もありましたが 印象的なシーンも多かったシーズンだったかなと思いますそして阪神で阪神は先発救援ともに強力なチームではありますが開幕当初怪我やコロナそして不審選手がいたことで想定とは違う戦いを強いられたんですよねで特にクロザもいない状況で岩崎選手をクロザに据えていろんな若手投手を起用していきながら一軍で戦ってきましたその中で浜地選手は防御率1.14湯浅選手は1.09と圧倒的なリリーフでチームを引っ張りましたさらに西純也選手が 77イニングで防御率2.68佐木選手が47イニングで防御率1.53など若手の投手たちが自軍で存在感を見せることができました当初は小川選手が先発救援で流動起用で負担が増えてしまいましたが下からの突き上げも非常に激しく2軍でも桐敷選手が無双しており本当に強力な投手陣を形成することができたかなと思いますそして2位で言うとケラーの大逆転残留です 急ピッチな調整かつ、ほとんどぶつけの登板が7点リードから6点取られ、1点リードまで迫られてしまった。かなり相手に勢いがいっていた場面でのデビューとなったケラスアレスの対談もあり、彼がクローザーとして定着して欲しかったところなので、開幕から積極的に起用されていきましたが、いきなり被弾。そしてツーラーも浴びてしまい、デビューから滅多打ちで敗戦。7点差をつけていた開幕戦が、一挙敗戦となってしまう、本当に悔しい試合でした。で、その後広島戦でも三振が取れず、 クローザーザとととししして厳しいところが見え、しとなりましたただその後二軍調整を経てから一軍に戻ってくるとまさに別人でした155キロを超えるストレートに加えてスプリットが入りカーブも加わってくる。 何よりストレートの強さが圧倒的で33.75まで悪化していた防御率が3.31まで良化されました。圧巻の投球も見せ、クローザー定着とまではいきませんでしたが、しっかり戦力となり、来季以降抑え的にも期待できそう、スケットが多くいた中で一番苦しんだように見えたケラーが大逆転残留となりました。 そして1位で言うとやはり1勝17敗からの CS 進出です何より阪神で目立ったのは22年開幕から絶望的なスタート監督がシーズン前に退任発表また初勝利を挙げた時の監督の発信さらに初戦で7点差逆転を許してしまったことで、まあ、本当に話題に事書かなかったんですよね1勝17敗借金16スタートでシーズン9勝ペースというレベルだったんですが交流戦以降徐々にチーム状態を上げていき最終的には CS に進出することができました交流戦以外レギュラーシーズン シーズンのドイツリーグでの順位が高くないながら A クラスに入れたというのは歴史的かなと思いますでこのシーズンはとにかく絶望的なスタートでした開幕当初は打撃だけではなく先発、救援ともに苦しい状況だったので再編が必要でしたただ中盤には先発、救援で整備できたことでかなりハイレベルかつ若手中心の投手陣を形成することができましたしかし、助っ人の不発さらに打長打でプラスを出せる選手がなかなか多く,なく若手のブレイクという観点でも長打ではかなり苦しみました を使えるチームではあるんですが得点力が課題のチームただそれをカバーしてきた投手陣の力も大きく上位に食い込むことができましたまあ、ただシーズンはも,もちろんですがこの開幕当初の連敗に加えて人事だったり矢野監督の発言等がまあ、とにかく話題になりこと書か,かなかったシーズンではあったかなと思います そして巨人3位で言うと坂本選手の女性問題このシーズンで目立ってしまったのはあの報道かなと思います正直どこまで信憑性があるかどうかはわかりませんがこのワード自体がとても目立ってしまいましたそもそも坂本選手は近年離脱が増えており長期的にプラスというわけにはなっていませんその中でこういうプライベートでの問題かつかなり大規模な話題にもなってしまったのがインパクト的には大きかったでしょうむしろ苦しいシーズンだったからこそこういう報道が目立ってしまったかもしれません そして2位、個人的にインパクトがあったのは、ウォーカーンの守備改善かなと思います。ポランコ、ウォーカーンの両助っ人の打撃力がかなり目立っていましたが、守備の課題も目立ちました。 ボランコは補給や範囲ウォーカーは送球中心に苦しんでいました特にレフトからサードが届かないショートまでもバウンドする強烈でしたただそのシーズン中に守備での猛練習打撃でも欠かせない存在だったからこそ外すことができませんでしたその中で守備がメきメきと成長していきプラスとはいかないまでもしっかりと改善することができました、まあ、当初打撃でも苦しんでいた印象がありますが中盤以降は完全に外せない存在そして守備でも少しずつ改善が見えてきたこと、まあ、年報的にも元々そこまで高い 選手でではありませんししたし何より花がある選手、本当に見たくなる選手で2023年も巨人を支える存在になってほしいところです。 そして、1位で言うと、やはり4試合連続満塁ホームランを被難してしまったことかなと思います。このシーズンはとにかく投手が苦しかった。21年までの救援投手がほとんど一軍で投げることができなかったこと、さらに先発で柱的に期待された高橋幸選手や山口選手らが一軍で投げることができなかったこと、期待された若手が存在感を見せることはできましたが、山崎より選手以外は、阪神の若手投手たちほどしっかり投げられる選手はいませんでした。成績も伴ったわけではありません。 開幕当初は桑原選手、平内選手、今村選手ら21年までは立場も安泰ではなかったり育成となっている選手たちが一軍のセットアップ的ルーキーが守護神という希望的な時期もあったんですが長く定着とはいかず投手力はかなり苦しかったです3日で35失点さらに4試合連続満塁弾を被弾2桁失点も珍しくないなかなか巨人の 勝ちパターン、投手の形を見つけることができないシーズンでした。で、巨人はこのシーズン、投手中心で若い力が多く、1軍で存在感を見せることはできたんですが、野手では松田陸選手以外、難しかったです。特に内野のサブ、坂本選手が苦しかった時に起用された中山選手は定着できず、外野でも21年レギュラー的だった松原選手の指針もあり、主力以外でプラスを出すことができませんでした。で、本来の野球以外でもスキャンダルで大く 聞く話題になってしまったことがあったり大量得点を取っても勝てなかったりと本当に苦しいシーズンで最終的には A クラス入りを逃してしまいましたそして広島 広島の3位で言うと、同一カードグラスラ3連発かなと思います。広島は2022年、厳しい戦いが想像されていましたが、開幕から6連勝。2試合連続2桁得点と、つながると止まらない打撃力を見せることができました。野手では本塁打はさほど多くなく、安打を多く放ってきました。特に得点圏も高く、つながり出すと気持ちいいくらいにヒットが出ていました。で、巨人戦で起こった3試合連続のグランドスラム。チャンスを作るだけではなく、一発で決めてみせ 22年はマクブルームの存在もいたことで鈴木誠也選手ほどのプラスという存在はいませんでしたがスタメンメンバーが軒並み高打率特に中堅でもあった上本選手が3割というくらい活躍したことでカバーすることはある程度できていましたただ交流戦時期のようにチーム全体でつながれなくなってくると流れを変える一発長打というところで寂しさがあったのは事実ですチームとして波が激しめではありましたが同一カードグラさラ3連発というように本当にチームに 勢いがあった時に一気に取ることができる得点自体は多かったチームです。そして2位 秋山翔吾選手の獲得、まあ、個人的な驚きでもありましたチーム全体が今季若手で少し苦しんだこと特に1軍のレギュラー候補は多くいましたが西川選手の中盤の離脱と今季の FA ということさらにレギュラーで計算できる選手として広島は本当に欲しかったかなと思いますで右バッターが今季2人追加され左バッターは数こそ多くいながらなかなかプラスを出すことができていなかったんですよねだからこそ固めたい存在を獲得することができたのは非常に大きかったかなと思います 当初は適応で若干苦しんでいた部分があったり西武時代に苦しんでいた3番クイック適応は心配していましたが本塁打などを打撃で量産してみせましたコンディション不安があり終盤には離脱がありましたが来季以降も1軍戦力として計算できる存在かなと思います そして1位としては、阪神と DNA に怖い将ながら、ヤクルトとパリーグに貯金を供給してしまったことかなと思います。このチーム個人的に尖りすぎていた成績差がインパクト残りました。最終的には阪神にはだいぶまとまってしまった印象がありますが、阪神が広島に勝ったのって実は初めてが7月なんですよね。阪神に対しては14勝9敗、DNA に対しては17勝8敗だった一方、ヤクルトに対しては8勝16敗と、 借金やつなんですよねさらに交流戦ではパ・リーグ相手に借金8となる5勝13敗だったので。 この2チームに対しての貯金を使い果たした挙句、借金持ちになってしまっています。当時ものすごい勢いで開幕を迎え、序盤こそ優勝争いも言われていたんですが、最終的には厳しい戦いになってしまいました。逆に DNA や阪神は広島に対しての苦手意識が順位に響いたかなと思いますし、ヤクルトは広島に対して急連勝などお得意様があったからこそ、苦しい中でも優勝することができたと言えるかもしれません。以前動画でも挙げましたが、22年セリーグの鍵を 握ったのは広島だと思っておりますで21年広島はコロナ禍から多くの若手が出場しアピールできたシーズンではあったかなと思いますただ22年はどちらかというと中堅以上の選手たちが活躍したと言えるシーズンだったと思います末兼選手中村健人選手はまずまず戦力になってくれましたしスポット的な活躍ができたと言える上新新助っ人のマクブルームが主軸として立ってくれました西川選手も残留秋山選手も獲得少し若手からすると 出場機会が難しくなってくるチームになりますがあと1人新助っ人が固まってくれば本当に野手はまとまってくると思いますで開幕当初に関しては栗林選手の状態が上がらずリリーフも苦しかったです さらに終盤は自慢の先発も怪我人が出たりローテーションがまとまらない。そんなシーズンだった中でコロナも重なってきました。良いスタートながら交流戦で失速し、最後まで上げ切ることができなかったと言えるシーズンだったかなと思います。そして中日。中日は本当に多くのことがありました。まず3位。 大ブレイクの岡林選手がタイトルホルダーになったことかなと思います。天才と言われていた岡林選手、プロスペクトだった存在なんですが、今年想像以上の内容でした。開幕前から、立浪監督から積極的に起用される旨が言われていて、アピールもできていました。ただ開幕直前に指の怪我で、シーズン間に合うかどうかは微妙とも言われていました。 ただその中で開幕からずっとレギュラー的に起用特に開幕当初から非常に良いアピールができていて早々に結果を残し立場をつかんでみせました一時期左に苦しんだこともあって休養的な起用もありましたが最短安打ベストナインゴールデングラブのタイトルホルダーとしてレギュラーになることができました 外野守備は圧倒的、もともと投手なので肩が異次元、しっかりと投了を仕掛けられる、どんな投手相手でもコンタクトできる、外野の間を抜く長打が打てる選手になることができたのは、今後の中日にとっても非常に大きい存在かなと思います。そして2位、中村則弘コーチの配置転換。 個人的にインパクトがあったことが多い2022年中日なんですがよく分からなかったのはやはり中村紀洋コーチの配置転換です今期も残留となっていますし関係の赤化ではないと思いますがいろんな球団を渡り歩いてきた中村紀洋さんで、まあ、少し悪いところも指摘された部分がある方なので心配したところがあったんですよねで本当に何もないと言われますし立浪さんもノリに問題があったわけではないがあえてコメントを控えるという少し臆底を呼ぶコメントだったので、まあ、これがどういう意味なのか なのかよく分かっていませんでした。 でコーチとして視野を広げる等の意図があったかなと思いますし、2軍で非常に楽しそうにやられていますので、そこまで心配はしていませんが、シーズン中にやることだったのかという驚きがありました。そして1番は何と言っても、ネオ選手の投手転向かなと思います。戦う顔をしていないという抹消とも悩みましたが、インパクトで言うとこれです。まあ、何度も言いますが、この投手転向自体が反対ではなく、過程が賛同できなかったんですよね。もともと起用が悩ましく、去年までは2軍で内野から外野、1軍では外野起用でした。 ただ外野の人数が多く、今季は開幕前に外野一本と言われながら出場機会がなかったんですよね。で、その中で代打等で存在感を見せていましたが、起用が増えてこず、出場機会拡大のため、再び内野復帰、二軍でショートとしてという起用で、京田選手の推しの中で下から突き上げが欲しかった中での配置転換、ポジション転換、コンバート等は理解できました。ただ、そのショートとして昇格した後も一軍起用はなく、高橋周平選手をショートで起用してきたんですよね。まあ、その中で発表され 投手転やはり野手として今シーズン良さも見せられていた部分があったので起用が見たかったんです特にそれが落合ピッチングコーチも知らなかったとのことだったので本当に監督と本人の独断で行われていたことなのかなと思いますその後2軍で先発という段階を経ずにぶつけで1軍投手起用、まあ、その中でも請球で破綻せず150キロも超えられる根尾明選手はとんでもないです本人も納得してしっかり前を向いて進んでいますしステップアップもできていますので投手転向自体がやはり悪とは思いませんが あまりに今期のネオアキラ選手の動きが激しすぎましたし、もう方向が2点3点しすぎてしまっているので、まあ、ここの一貫性というのはもうずっと欲しかったところなんですよね。まあ、彼だからこそこなせたと言えることだと思いますが、来季はどういう形で起用されていくのか、まあ、先発1本というところでいくと思いますが、まあ、個人的にかなり注目したい存在です。まあ、その他にも本当にいろんなことがありました。特に中日は野球とは関係あるんですが、コメントやエンジン等を、まあ、厳密に言うとプレーとは関係ないところで話題になったり、戦う顔をしていない だったたたりりり、まあ、ファンからからなり言われたこともありました実際試合以外のフロントのコメント等でもかなり記憶に残るようなコメントが多くありました補強がないながら当初若手中心企業で本塁打を12試合で12倍にしてきたり希望もあったんですよねただ立浪監督体制では独断に見えることや方向の変わり方がものすごかったりまさかの起用もしてきたので本当に話題にこと書きませんでしたオフでも驚きのトレードなど来季はこういう話題にこと書かないと思いますができればシーズンの順位等で もう少し賑わしたいところです。全体としてはこんなところまあ、セリーグもとにかくいろんなことがありました。 個人的な対象はやはり村上宗隆選手の三冠王です。で、時点では根尾昭選手の投手選考というところかなと思います。野球以外の観点では坂本選手のあの報道だったり、女性問題も各チーム多く出てしまったり、トレードや試合以外のコメントで話題になったチーム、様々だったでしょう。パ・リーグ同様、本当に想像もつかない戦いでしたが、中盤にはヤクルトの独走があったりと、まあ、パ・リーグほどセッター展開ではなく、中盤にはヤクルトが独走して、まあ、一度追い上げられましたが、最終的には独走という形でした。 まあ、パ・リーグほど投手が目立ったわけではありませんが野手でやはり絶対的な存在が現れたというのは NPB 全体で考えても本当に大きいことかなと思いますドラマチックな展開のパ・リーグだった一方セ・リーグは1人の選手中心に動いていたかもしれません以上が本日の動画でございますご視聴ありがとうございました